三菱巻 C8 秋草中期中の秋草秋草は、大日本帝国海軍の海軍航空技術賞で開発されたロケット迎撃機、中水の訓練用滑空機である。海軍の識別符号は巻 C8。大日本帝国陸軍では空十三と識別符号を与えたが、相性は特になく、単に中水滑空機と呼ばれた。 激化する日本本土空襲に対する切り札として、ドイツ空軍のメッサーシュミット M163 を元に、開発が始められた修水であったが、ドイツから直接もたらされた資料は、機体、エンジン、燃料のいずれもわずかであり、その技術移転は、困難を極めた。そこで、M163 の設計を変更した機体の試作が、進められる一方で、パイロット要請のためにエンジンを搭載しない。 滑空機が実用機の完成を待たずに開発されることとなった。1944年12月26日、収水の運用部隊として編成された海軍312航空隊の犬塚隊員によって、計滑空機の滑空飛行試験が行われた。滑空試験は順調に回を重ね、操打感覚は良好で機体設計そのものに問題なしとの評価を受けた。 1945年1月8日には、エンジンと武装が外された状態の実機と同じ状態の重滑空機が、やはり、犬塚太夫の手によって滑空試験を行った。試験の結果は良好で、滑空機は実用機の相性、収水にちなんで、秋草と命名され、直ちに生産、運用が始まった。滑空中の秋草胴体が金属製、主翼をはじめとする翼部が、 木星の収水に対し、秋草は収水と同じ金属製胴体と木製翼の重角空気と胴体模型で作られた全木製の計画空気があった。胴体内にはバラストタンクがあり、水を満たした状態で離陸後、機関時に燃料を消費した後の収水の飛行特性に近づけるようになっていた。基本的な外形は収水と同じで、 全幅に対して全長が短いため、縦方向の安定性が良くなかったという。無尾翼のため、主翼に昇降打があり、これが補助翼を兼ねるエルボンを使用していた。栄光機は、軽滑空気には2式陸上中間練習機が、重滑空気には採運が用いられた。完成後、一度に大量の修水搭乗員を養成するため、 修水の初飛行を待たずに生産と配備が始まった。1945年8月10日に陸軍の秋草が訓練中に墜落事故を起こし、搭乗員が重傷を負っている。軽画空機は終戦までに50から60機が、重滑空機は2機が生産された。他に先進的な練習機としてモータージェットッツ11を搭載した秋花が設計されたが、 実際には作られなかった。ありがとうございます。